最後、乳首です。別にふざけてるわけじゃないんですね。乳首のところが首の痛みと関わっている方って中にはいます。特にですね、どこで何やってもなかなか変わらなかった人とかは、ここの乳首に問題があるかもしれません。はい。まずですね、2、3回前ぐらいにお伝えした通り、首のところと、乳首ってつく首の部分は結構似ている構造をしているので、ここの乳首のところです。ここになんか奥にギュッとつまんであげると硬くてなんか嫌な感じの痛みがあるところが中にある、この奥ですね、結構奥、思いっきり奥までギュッと掴んであげるとなんかゴリゴリしてるような、ちょっとコリコリしてるような場所があります。ここをもう思いっきりギューッとつまんであげる。でちょっと動かしてあげる。深呼吸です。ふーっと吐く。これだけです。これだけ。だいたい15秒から30秒ぐらいで OK です。こっち。ギュッと掴んであげて、ゆさゆさゆさ。いや、結構ね、僕もこれ痛いんです。そういう方は、首のところの痛みが、ここの乳首の問題で起きている可能性が中にはありますので、これ、まあ僕がやるわけにはあまりいかないので、男性の方とかならね、全然気にせずやるんですけども、女性の方だったらちょっとやりにくい場所なので、これご自身でやってください。乳首を探して、ここ、ギュッと掴んで、結構痛いなぐらいで全然いいですから、ちょっと強めに持って、ゆさ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 です。ゆさ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 。これだけで、首の痛みって結構良くなっちゃいますので、手首、足首、乳首、全部クリアしてあげて、柔らかい状態を作ってあげるだけで、ここの問題解決しちゃうので、本当に。騙されたと思ってですね、これはやってみていただければと思います。はい、首の痛みシリーズでした。いろいろお伝えしていきましたが、あなたの首の痛みはいかがでしょうか。自律神経、感情の部分とすごく関わる部分なので、そこが解決してこないとなかなか取り切れない場合が中にはありますが、これで構造的な問題は、構造、筋肉の状態、関節の状態というところは解決できる部分がたくさんありますので、これ諦めずにコツコツやってみてください。それでかなり良くなっていくと思いますので、ぜひお試しください。本日のお話は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。